以前は設備業で学校とか、まあ、企業様の、配管設備をしておりました。介護の仕事に就くきっかけになったのは、私一人っ子なので両親の面倒を見るってことを考えた時に、介護の業界だと役に立つかなというのがきっかけです。介助っていうこと自体もしたことがなかったので、そのご利用者様がそのトイレに行かれるとか、どうしたらいいんだろうで、まあ、最初はちょっと先輩の所作であったり動きであったり立ち方であったりを見て学ばせていただけることがあったんですけど、1回目の時ですね、どうしたらいいんだろうっていうのはありましたけど、1回2回じゃないので、もうなんかなんていうんですか、自然に体に入ってきたというか。でもまた新しい方が入ってくると、またそれは全部リセットされるの で関わり方も変わってくると、その雰囲気っていうか空気感とかが全く変わってくるから、その方の思ってるこの思いとか、なんかこうアクションに気づいていけるようになることが、なんかこう前進につながるのかな。人とコミュニケーションを取ることが好きな方であれば問題ないのかなとは思います。そうですね、今同じ職場には若い本当20代の方もいらっしゃいますし、はい、まあ、女性の方が多いんですけれども、皆さん教えてくださる今環境にあるのが、私にとってはありがたい、はい、場所ですね。